声小さいのかな。どうですか皆さん。どうなんだろう。私は音量えぐいって、えぐいってどっちだろう。めっちゃ大音量の人でかい。しょうこがじゃあダメなんじゃない。しょうこの携帯さんがあれなのかな。声大きいだって、よく聞こえる声大きいだって。サンナスの声ちっちゃいよ。ちょっとしょうこ、しょうこの耳何か入ってるんじゃないの。こうやってこうやって聞かないと。しょうこの耳しか見えない。しょうこちゃん声大きいだってよ。ねしょうこ大丈夫。あ、私の声が大きいのか。え、そうなんだ。このマックスなんだが、しょうこちゃんよく聞こえる。なんだろうね。まあいろいろありますよね。まあいいや、頑張ろう、まあ、これで。うん、そうだね。私3回目だわ。な、3回目。うん、すごい。誰とやったの。あ、間違って、4回目だ。4回目。私、君が4人目です。ん、私が4回目。え、すごい固まってんだけど、なんで私だけ。嘘、固まってる。一瞬固まった。あ、また固まった、ここで。嘘でしょ。ちょこちょこ。嘘でしょ。あ、でもね、なんか最初はね、調子悪いかも。どんどん調子が良くなっていくかも。あ、そんな感じ。わかんないけど、ちょっと。私は2人目。まあまあまあ、何も考えてないよ、プラン。ね。うん。話そうって。そう。まあでも話してたらね、結構すぐ時間経っちゃうんだよね、意外に。そうなんだよ。あとコメントとかさ、やっぱ、しょこつんエピソード、なんか。しょこつん？なんか何々の裏話何ですかとか、結構来るから。裏話ってさ、あれじゃない？思い出そうと思ったら思い出せなくない？確かに。そうなんだよね。なんか、あ、それそれそれっていうことがあるから、は思い出す。そうなんだよね。で、のんきにはメイクしてるから。いや、仕事がね、結構今さっき終わったんで。あ、そうなのね。と長引いて結構。あ、待って、宣伝しようっと。うん。ちょっと待って。いやー、真っ白ー。じゃじゃーん。あ、もう急裏拍子だった。じゃじゃーん。あ、じゃじゃーん。じゃじゃーん。ミリニャー。ミリニャー。いやー、すごいね。いいよね。ちょっと中は見せられないんですけど、まだ。うん。中をちょっと、ご購入していただいた方。限定で見れる。そうです。いや、ミリニャも可愛いし、あと瞳やばくない？ねえ、思った。瞳がね、ちょっと久しぶりのグラビアちゃんでね、すごい綺麗になってる。さやちゃんも写ってるし、のいみちゃんもなんかいっぱい写ってるし、で、ね、イコラブがね、コラボ、しかもなんか一人一人ね、のやつも乗っけてくださって。ほんとだ。わわわわわわ。そう、一人ずつデートみたいな感じでね。うんうん。いいんですよね、結構。うわ。いいね。うわ。一回見ると見入っちゃう。え、わかる。めっちゃわかる。のいみちゃんの新曲めっちゃいい。ね、秘密インシデント。うん。かわいい。MV もかわいかった。うん、かわいい。ちょっとまじまじ見ちゃう。あとは、じゃじゃーん。あ、もう開けちゃった。じゃじゃーん。ただお揃いだね。お揃いだね。なんかさっきもうね、ちょっとチラッと使ったけど、結構ステージ映えしそうな
うんうんうん。感じやわ。かわいい。今つけてるんだ。あ、わ、ほんとだ、キラキラしてる。上にもつけた。ほんとだ。うん、わかるわかる。めっちゃわかる。かわいい。ずっとね、うん、グリッターが欲しかったの。あ、そうなんだ。そう。よかったね。ついに。ついにです。うん。あ、私も2つとも買った。そしてね、ミリニャのもね、昨日見させていただいたんですけど。うん。なんかみんなで、ね、見たの。で、そんで、もう本当に、もうびっくり、なんかもう想像を超えてた。いろんなことが。そうなんだ。いろんな意味で想像を超えていて、本当に良かった。最高だった、ミリニャの。早く見たい。写真集最高でしたよ、皆さん。ゲットするぜ。ね。最高でした。そう、シェラさんのダメだよ。うんマジでね、良かった、本当に。ね。本当に。あのね、なんだっけ、うん、ツイッターに載せるやつを、これとこれどっちがいい、うん、ってミリニャが聞いてきてくれたの、この前。おうおう。それがすごい嬉しかった。先に見れたお得感。かわいいな。あ、しかも今日大谷さんの誕生日だからね。おめでとう！おめでとう、大谷さん。大谷さん。お洋服見せて。私は安定の真っ黒。でもそれがなんか可愛くなってる。なんか髪の毛明るいとさ、やっぱ黒ばっかになっちゃうわ。ああ、逆だね。チョークはね、明るい、明るい曲じゃないや。明るい、服のイメージがめっちゃある。あ、そうなの？うん、私黒も着るけどね。暗いばっか、暗い。やつばっかだけど背景も全然違うね。背景は私はちょっとまあ何これクリーム色みたいな白かと思った。白に見えるクリーム色白かと思ったけど、まあクリームって言われたらクリームだね。うんその服チクチクしますか。チクチクしません。あ、こういうニットがってことか。ニットチクチクしたりするか。全然しない。そういえばこれ私めっちゃ気にするの、それ。ああ、でもセーターとかさ、そうだよね。そう。ニットとか。チクチク、やだ。チクチク、するやつあるよね。あるある。これはしない。かわいい。え、それ握手会で来てたやつ？握手会じゃないよ。そう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 。お話し会のやつ？私が写真撮ったやつだね。そう！私がよく覚えてるね。そうだよ。そう。その説はお世話になりました。あの日は、ね、展示会でね、買いました。あの、菅野結衣さん、モデルの菅野結衣さんがプロデュースしてる。ミーニャともお揃いなんだ。色違い。あ、そうなんだ。アンナと二人で、あの、展示会に行って、うん。買いました。花粉大丈夫？翔子。花粉大丈夫って来たから。今は大丈夫だね。あ、ほんと？ダメ？あ、今日は大丈夫だった。なんでだろう。うんうん。私、雨の日ね、花粉症がすごくなるのよ。ええー。うん。雨の日に。昨日？おとといか。昨日何したっけ、うちら。お話し会の日だ。あ、そう、お話し会の日に、やばかったんだよ。本当にやばかった。なんか、フリートで言ってたね。うん。マジでやばい。花粉がやばい。でも今日は私はなんか目がダメ。もう目がこうなる。コンタクトしてるっけ。そう、してるか。してる。コンタクトね、してるとやっぱりやばいかもしれない。パサパサするよね。やばい。もう、うわーってなる。うわなんだろう。今日のリップ何？今日のリップはね、最近もずっと同じなんですよ。何？このね、このクラランスの。ああ、イメージある。2番。に、このライキーっていう。私さ、画面外でこうやってやってさ、見えないのにこうやって覗こうとしちゃうんだけど。
この2本でございます。私の唇、あのね、マジで乾燥しない、これ本当に乾燥しない、そうなのか、最高に乾燥しないので、もう絶対リピート3回目ぐらいなんだけど、3回目すごい。そう、私は安定の付録。え、何？付録付録使ってる。ポップティーンの付録。あとこれぐらい。え、すごっ、ポップティーン。ポップティーン。コールミーベイビーなの。コールミーベイビー。服のブランドなんだけど。あ、そうなんだ。へぇ、かわいい。すごい。でもなんか赤すぎなくない？確かに、全然赤じゃない。赤リップっぽくない、ね。薄く。やった。ショーク、付録のコスメ使いがちなの。でもすごいじゃん。あれでしょ、付録がめっちゃいいってことでしょ。そう。付録めっちゃいいし、むしろ付録目当てで買うときもある。ほんと？すごっ。だって今さ、なんか、全部さ、本とか漫画とかも全部デジタルの時代だけどさ、付録ってデジタルじゃないからね。確かに。わ、めっちゃ今、うまいこと言った私。全出版社が付録つき始めるよ。まあ、付録は本当にデジタルじゃないので、そうですね、やっぱ本はやっぱページをめくった方がいいですね。一生もう手元に残るしね。そうだね。シュープレもデジタルで買おうかもって。まあね、シュープレやっぱこれなんか手元にあるのがいいんだよ。わかる。DVD ついてるし。それな？みーちゃんの。45分だって。やば。ちょっと今日これ終わったら見よう。マジで。でも一人でどういう感情で見ていいかわかんなくない？確かに。どういう感情でさ、これ見ればいいんだろう。男女問わず幅広い層から人気を誇るイコーラブの大谷エミリが初ならしい自宅デート、温泉デート、南島デート、山泉デート、やば、どういう感情がいいかわかんないよ、この45分間かわいみふかしい。かわいいなね。でもその温泉のカットの浴衣のところは見たことあるよ、生でも。あ、そうなんだ。お部屋一緒の時と浴衣多分着た気がする。あ、なるほどね。うん、だからそれは生で見てるからっていうマウント。マウント取る。マウント張ってる。鼻の下伸びるよ。言い方ね。こんばんは、こんばんは。今日って何曜日？まあ、月曜日か。月曜日？月曜日。3周年メイキングも見た。見た！でね、翔子のあれ見たよ。ストーリー嬉しかったよ。見た！本当に、なんか、見れないじゃん。こう、客観的に見えないじゃん。それがなんかモニター越しだったけど、なんかもう、はぁってなったし、わかる、朝から。し、なんか、人々とさ、なんか、頑張って、みたいな。うん。言ってるところも、から、うん、もう、やばいってなったし、うん、あと、いおりに、フラジャイルの時にさ、いおりにさ、うん、なんか、歌だけは聴かせて、みたいな。うん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 。言ってたのも思い出して、うん。もう、重なったっていうか、あ、この時ねってなった。そうなのよ。もう、嫌だったよ。めっちゃ飛ばしたよ、自分はね。恥ずかしくて。嫌だよね、自分泣いてるとことか見るの。恥ずかしい、ね、恥ずかしい。こんばんは、こんばんは。なんかね、もうね、あ、泣くよ、泣くよ。ほら、泣いたーって自分で言った。一人だと私も見ないな、自分のところとか。恥ずかしかったよ。みんなで見たいね。嫌だ、私一人で見ちゃったからさ。みんなで見たらもっとなんか良かったと思う。でみんなで見たらさ、もう私たち仲いいからさ、もうめっちゃいいよね、ここいいよねとかさ、言い合えるけどさ、一人の時はさ、もう一人で停止ボタン。一人で感動して、一人で恥ずかしがってだから。わかる。恥ずかしい。一人で
泣きそうになって一人でちょっと戻してみたりとかする、うん、そう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 。いやーでもね、でもさ、こうやってさ聞くとさ、なんか本当にイコールラブの曲ってめっちゃいいなって思うかも。うん、いい、いいなって思うし、なんかね、みんながエモいんだよね、一人ずつが。わかんない、うんうんうん、でも自分たちがさ、自分たちのことめっちゃ知ってるからそう思うだけかもしれないけどさ、確かに伝わってるかわかんないよね。本番やっぱりさ、ファンの皆さんはいくらメイキングがあって見れる、ちょっとレッスン風景とかさ、リハの風景見れるって思ってもさ、うん、本当にずっと見れるわけじゃないじゃん。なんかこの、うん、これが作り上げられている裏ではこんだけ時間がかけられて、こんだけみんな、うんうんうん、なんか努力してっていう風にさ、メンバーが一番分かってるわけじゃん。あ、この子の止まった、うん、止まってる、サカちゃん止まってる、止まった、おーい、嘘、止まってるって。え、私だけ止まってるの。え、絶対そうだよ、私のと。え、待って、私の、あ、動いた。え、止まった動いたけど、ちょこちょこ止まる。うん、あ、みんな動いてるって。翔子が携帯がダメなんだよ。みんな動いて、止まってないよ、だってよ。私だけか。うん。なんで？わかんない。まあ、バグじゃない、多分。接触あるし。しゃあなしだね。何の話してたっけ？そう、なんかずっとは見れないみたいなレッスン風景とか。だからメンバーが一番知ってるから結構感動もあるし、うん、あ、この子のコンディションこの時こうだったなとかさ、うんうんうん、なんかすごい頑張ってるなとかあるよね。確かに。でも逆に知らなかったからこそ感動は増えたりするところもあるよね。なあ、瞳の登場とか。そう、わかるわかる。ファンの方とかそうだよね。いや、でも、あれを知ってても、やばかったけどね。それな。私もイコールラブでも、みんなちょっとさ、なんか結構、泣いてたりとかさ、うるっとしてたじゃん。うん、あれはね、でも、ファンの方と久々に会うっていうのもそうだし、うん、その、ファンの方が泣いてるっていうのも見てもらえなきもだし、うんうん、いろいろだった。確かに、わかる。懐かしく思うよね、半年前ぐらいなのに。半年前だっけ。うん、9月だもんね。そっか、今何月。ええ、うん、結構前だわ。懐かしいって思う。考えるとめっちゃ前やな。うん、コントの練習したよね。めっちゃした。コントの練習めっちゃしたよ。めっちゃしたよ。なんかさ、演出家の方がそこだけめっちゃやったよね。なんなら曲よりさ、そこのコントめっちゃ練習させられたよね。本当に。あの、なんかタイミング、飛ぶタイミングみんなやばいみたいな。うん、なんでお前らできひんのみたいな。みんな私できなかったし、しかもそう、サラツンがこう数えてるんだけどその数が違うとかね、うん、そう、もう全然難しすぎて、もうからもうコントまたやってほしい。だってもう多分一生やらんよね。あ、わかんないよ。やる前から4周年やる前からその演出家さんに、だ、お前らこれ黒歴史になるから大丈夫だよって言われた言われたね。言われたからもう、あの、嫌です。あれ、今日イコラバイだっけ。そう、9時からか。あ、違う、8時からか。10時半から。え、ちょうど再放送が7時40分から。なるほどね。だからまあ10時半ぐらいにはうん終わりましょう。そうだね。でもコント、まあそうは、コントあれ演技力っていうかさ、なんだろうね、タイミング。なんだろうね、あれ。あ、スイーテストだなって。懐かしい。あれ、毎回、サラツンって毎回違うよね。言い方違う。だってさ、毎回。言い方もセリフも。そう、毎回同じだったらさ、つまんないじゃん。なんか、あ、誰も、なんかメンバーが笑ってくれるのが一番嬉しいから、私は。お客さんより、まあ、メンバーが笑ってくれるのが私は幸せなの。だから、
だからもう毎回違うようにしようと思ってやってた。毎回違うって思った。だからなんか面白い本当に。インスタの公式マークね、ナータにも教えてもらって、マネージャーさんからも来たんよ。これ申請の仕方ですみたいな。一日ね、もうめっちゃ送って10回送ってるよ。それ意味あんの？何回も送る。でも、なぎさは一回送って一瞬でついたって言ってたから、もう。送りました。私も一瞬でついたのか、わかんないけど、うん、夕方にやって夜にはついてるの気づいた。うん、もうだから、その、インスタの会社の方が見そうな時間帯にやってる。だいたい、ね、夜のさ、9時、10時って携帯見始めるタイミングじゃん。みんな、うんうんうん。あと朝の通勤の時とかも見そうじゃん。8、7時、8時とか。あとお昼の時も見そうじゃん。仕事前に見るのかな。っていうので、全部、そう。そういう時間帯にやってる。1日10回ぐらい。でも私、1月に、やったらダメだったの。うん、でも3月にやったらできたの。え？だからなんか、わかんない。でもダメな時はなんか1ヶ月待たなきゃいけないっていうのは、なんかで見た。やだー、ちょっと。もう2年ぐらいやったのかな、私も。でも私もなんか、半年、1月の時には半年以上ぐらいやってなくて、うん。1月にやったけどダメで、あ、またダメだって思ったら、うん、うん。3月に、あ、やろうと思ったら、すぐついた。私もサナツに公式マークついてないかずっと確認してるよ。ありがとうありがとう今、イコラブどんどんついてるからね。おー、やばいよ。もう、私とアンナ。だけだよ、もう。あんちゃんやってんの？申請してんのかな？わかんない。わかんない。でも聞かれた。なんか、あ、じゃあ意外とめんどくさいんだねって言ってた。私はお茶飲んでます。ちゃんと、シナモンの。あ、いつも持ち歩いてるやつだ。そう。私は何も飲んでません。私にはサナツの公式マークが見えます。私にも見えます。じゃあもういいじゃん。ダメ、まだ全員万人に見えてないから。ある一点数しか見えてないから。もう次じゃない？3月じゃない？あ、4月じゃない？もしかしたら長い。わかんないけど長い。それが本当なら1ヶ月っていうのが本当なら。マジ？ちょっと気分持って私毎日やってるんだが。気長に待ちましょう。そうだね。私にも見えます。誕生日つくんじゃない？誕生日まだまだじゃん。4月まだ4月6 4月7月8月まだまだなんですけど。まだまだ。あ、モン吉が騒いでる。モン吉が暴れている。モンティー、モンちゃん。サーズの言い方、モンちゃん、モンちゃん、おこちゃん、おこちゃん。何してんの？おじゃ！もがちゃん！なんだろうなぁと。なんかあります？この裏話が聞きたい的な。話せる程度で話しますよ、私たち。なんかあるかな？なんかありますかね？もこおしですって来たんだけど、コメント。あれ、結構もこおしいる。そうなんだ。かわいいもん。もう講師いるんですよ。シュープレの裏話。寒かったよね。違う。サラツンは夏の服だったからだよ。あ、そっか。でも全員のシーンとかめっちゃ寒くなかった。確かに、まあ、外が寒かった、本当に。ね。
で風がやばかった。みんなでおしくらまんじゅうみたいにしてもうぎゅうぎゅうに詰めて、うん、でイーって言いながら写真撮ってたよね。寒いっつって。あれ翔くん何月だっけ？何月の人？私は11月。あ、じゃあ暖かい。そう。暖かい環境だったのね。羨ましいわ。しかも中だったからね。私はもう外だし、もう見たらわかるんですけど、もうここまでしかない。本当夏服だったよね。薄いワンピースだったので、本当に寒くて、でも、すごいもう、はい、撮るよって言ったらパチパチと撮って、その後、あもう、前と後ろからベンチコートマネージャーさんとヘアメイクさんがもうサンドイッチで挟んでくれて、で、北海道も首とかに当ててくれて、ってなって、もう多分洋服見たら鳥肌も見えるんじゃないかってぐらい鳥肌立ってましたよ。見えないわ。見えない？見えない。じゃあ確かにだって、マイカとかもさ、うん、半袖だけどお家出した。え、見えるよ。瞳はめっちゃ寒い。嘘、どこ？ちょっとあれ後ろの方。何手？え？何手？何手？鳥肌？あ、鳥肌は見えないよ、さすがに。あ、レタッチしてもらってるでしょ、そこ。鳥肌めっちゃ見えんのかと思ってこうやって見ちゃった。結構ミニスカートだし、確かに極寒。あとなんか水着きだ、水着メンバーだったので私は、そう、久しぶりに水着だった、うんうん、そうだね、確かにね、私久しぶり、私とアンナと花ちゃんは久しぶりに水着だったので、確かにもうね、そのもうみんな頑張ってたね、絞ったね、体は。し、なんか当日もさ頑張ってたよね。そう、もう部屋着チームはもうお腹とか別に出さないから、何こう結構みんなね朝ごはん食べてたんだけど、水着チームはそれをこう濃い目で見て早く水着しようあれって言って、その撮影の時がさめっちゃ豪華じゃなかった、うん、もう死ぬほどいっぱいあったし、だからもう、もうお腹空いてるから目で全部もう、もうこれ全部私のって言って、取って、捕獲してました。食べ物を。で、終わった瞬間全部胃にぶち込んで、そう。でも部屋着チームも、なんか、そこまで、なんか隠れてないと思わなかった。うん、確かに。って言ってた。もっとなんかモコモコのパジャマみたいな感じかと思ったら、ね、意外とキャミみたいな。露出ありめの。珍しみ。結構絞ってたね。もうみんなさ、水着に着替えるときさ、結構露出してみんな着替えるからさ、みんなで、おーみんな頑張ったねーって言って、お互いの体見て、頑張ったねーって。さあ、ちょっとくびれてるもん。私、くれ、だからね、もともとくびれはあるんだよね。そう、私、くびれ自信、綺麗。自信あるんだ。綺麗。じゃあ、脱いでかないと。絶対、もうね、水着は嫌だ。いやいやいや、そうなんですよね。あとでゆっくり見まーす。ミーニャの腹筋すごいよね。ね、思った。なんか横の2本がすごい、うん、鍛えてるっていうね、腹、腹、うん、あ、腹、腹筋だしね。そう、私めっちゃくびれ綺麗。確かに、そう、めっちゃ綺麗。でもね、そのどんなに太ってもくびれあるかも。いいな。そうそう、ね、いいじゃない。そうなんですよ。心臓に悪いから数年に一回でいいだね。もう水着はどうだろうな。しかもさ、多分ファンの方の中ではさ、うん、まださ誰だろうっていうのがさあったからさ、うん、なんかそこは公開されてなかったよね、どっちがどっちみたいなの。そう、
まあでも、まあ、ミリニャと、まあ、イオリは水着だろうな、みたいな感じだったけど、うん、イオリの水着じゃなくて、ね、そう。そうなんだよね。絶対水着と思ってた。うん。見たいけど見たくないよ、わかる。その気持ちめっちゃわかるわ。でもさ、水着じゃないところもあるからさ。あ、そう、そうだよ。水着じゃないから。水着じゃないところもあるから。ぜひ皆さん。うん。買ってください。ぜひ。買ってください。ぜひとも。あ、サイン会。サイン会も。あれ、いつまで？17?17までだ。明日、明後日までだ。明後日までなので、サイン会。ぜひぜひ。ぜひ。カレンダー早く見たいな。ねえ、わかる。早く見たい。買ってください。はじめまして、はじめまして。そっ、ミリン、あれミリン今日サイン、え、サイン会今日サイン会。あ、時間わかんないかも。インスタ見たわ、そういう。髪型変えるね、みたいな。かわいい。2部が19時半から、うん。だね。始まってるんだ。うん。この裏でやってるかも。あ、そうなんだ。YouTube だっけ？あー、なんか、シュープレの YouTube みたいな言ってたよね。確かに。いいあ、やってる。私も欲しいな。あ、ほんとだ。なんか懐かしい、その風景。なんかうちらも、なんとかさん、ありがとうございますって言ってさ。確かに。やるのね。言ってる。いいね。あと、なんだろうね。なんだろうね。やっぱさ、一人で喋るよりさ、なんか、あ、それそれってなるからいいね、コラボ配信。うん。なんか、あとありますか？なんだろうね。顔近いって。あ、コメント見るときどうしてもこうやって近くなっちゃうんだよ。わかる。しかもさ、コラボ配信だとさ、こうなるからさ。うん、そう、わかる。そうなんだよ。めっちゃ近く見える。アルバムの話、武道館の話。おー。なんちゃ、アルバムの話はね、でも、本当にね、全部内緒。だってさ、タイトルもさ、うん、その中の曲とかもさ、うん、私、ツイッターっていうか、ホームページ出てから知ったんだけど。そう、ファンの人と私たち一緒のタイミングで知ったよね。そう、なんなら私より早かった人いるから。そうなんだよ。全然なんかね、知らない間にね、進められててね、知らない間にね、アルバム制作してるよね。そう。私たちの中でも裏があるから。そう。あれ？これ何の曲ですか？みたいな。あ、こういう感じだよ、みたいな。でも、一言で言うなら本当にめっちゃいい曲。うん。全部神。めっちゃいいと思いますね。楽しそれ以外は全部内緒。そうなんです。サラちゃんが乗るとどんどん私さ、減ってくからさ。何？どんどん薄くなってく、リップが。喋るとね、私もだからさ、ティントじゃないからさ、どんどん塗ってかないとさ、すぐ、差がすごくなっちゃう。塗ろうっと。塗りな。乾燥するし。うん。マシュマロ来た。やったマシュマロターベル。あぼぼ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 ぼ。降ってきた。湧いてきたか。うん、湧いてきた。下から湧いてきました。泡のように。あわわわわわわ。あわわわわ。あわわわ。予約済みです。ありがとうございます。ありがとうございます。でもさ、ノエミーちゃんの方がさ、うん、発売早いけど、うん、この前、リードが公開されたじゃん、うん、うん。で、ミルテンの曲がタイトルだけ発表されたじゃんね、聞いて聞いてなんだっけどういう曲え、ミルテンって何だっけなんだっけそういえばミルテンって何みたいな。
で、それで、それをさ、この前のお話し会で聞いたんだよね。ねえ、ミルテンって何言ったら、教えませんよって言われた。教えませんよって言われたんだけど。面白い。教えませんよって言われたんだけど。面白いんだけど。あと、この前もなんか、もう本当にノイミーちゃんってすごくて、まあ、イコラボも結構手作りのチョコとかね、くれたりとかしてたんだけど、あのバレンタインでね。あとは結構、まあ、買ったね、よりだったらアンパンマンチョコとかさ、結構、まあ、みんなね、ショーコとかも用意してくれたんだけど、ノイミーちゃん手作りだよね。手作りだった。基本めっちゃ手作りで、すごくて、で、この前ミルテンがさ、あの、バレンタインもくれたのにホワイトデーもくれて、ね、確かに配ってたよね、チロルチョコもらった。あ、これあのホワイトデーなのでサナツンさん食べてくださいって言ってありがとうって言って、あ、はい秒でどっか行ったよねそう、なんかもなんかさ、わかんないけどさ、こう普通だったら、あ、あのこれホワイトデーなので、あの、はい、ぜひ食べてくださいとか言うじゃん、うん、なんか全然違うのね、うん、一瞬も目合わせないでいくもん。あのこれあのホワイトデーなのでどうぞサナちゃんちゃん取れてくださいって言って消えてる本当になんかもう机に、はい、ありがとうございますみたいなそう、かわいい、本当に似てるってものはね本当にね、かわいいんですよ、あの、かわいい、かわいい、悪意、悪意ないってきてる。悪意ないよ、もうマジで可愛いよ。いいよね、でも本当に忠実だよね。これだよね、うん、本当に。そんな感じだもん。本当にこれなんですよ。マジ可愛い。なんだろうね、ミルテンって。うん。大気になる。こんばんは、こんばんは。緊張してるのかな？あー。でもそう、さ、う、や、ん、ちゃんにもさ、サナツンさんと喋るとき緊張します。なんか遊んだことあるんだけど、サナツンさんと喋るとき緊張しますって言う。私。大人だから？え、そんな、でもさ、全然さ、学会でめっちゃ喋ってるんだよ、私。喋ってる。私全然喋れない。なんだろうな。この前、お弁当を選んでる時に、ななかちゃんが、うん、え、どっちにしますって聞いてた。あー、ななか言うよね。可愛かった。嬉しい。それだけでも嬉しい。うん、うん、うん、うん。あとね、なんだろうな。そうだね。何を、あ、そう、学会でさ、あの、夏音とさ、あの、ミレイちゃんがさ、ダンスをしてた時、もう めっちゃイコラボ湧いたよね。っていうか、すごい、みんないなくて、あの、多分2部3部で休憩だった時に、うん、2人が登場した瞬間のノイミーちゃんの湧き方やばかった。あ、そうなんだ。マジで私めっちゃ気まずいみたいな感じになった。え、キラリンとかってこと？キラリンとか。もう、やばかった。もうなんかもう、ライブ会場かと思った。キューンってなってた？そう。しかも多分、ノイミーちゃん結構人数がいたから、うんうん、もう一斉に、なんかもう、こうやってだった私が。かわいい。ああ、陽キャ、私、ね、聞いて。そう。はい。あのね、すっごいね、陽キャって言われるんよ。何で？ショールームで？え、なんか普通に暮らしてて。暮らしてて？でもマジで、一発目マジで陽キャじゃないよね。まあ確かになんか言ってたよね。そう。あ、なんだっけ、髪色の話した時だっけ。あ、そう。なんか見た目がこれだから、マジで陽キャ、陽キャに見られるよ。別に陽キャに見られるのが嫌ではないんだけど。うん。なんか、絶対にこう、ウェイウェイしてそうみたいな。なんか、絶対、まあ。テンションはウェイウェイなんだけど。そう。性格服が絶対陽キャっぽいって言われるけど、本当に陽キャじゃないよ。超人見知りだよ。そう、なんか瞳とかも言ってたもんね。なんかそういう人に限ってこういう髪型するよね、みたいな。髪色にするよね。見た目だけで陽キャでありたい、みたいな。でもそう、衣装とかさ、イコラブって結構全員違かったりするじゃない？うんうんうん、その子に合った衣装とか色とか、うん、で、なんかもう、忍さんを含め、なんか、おされカンパニーの、その、衣装部の方は、私はもう陽キャってもらえてるから、あ、スーツは陽キャだから、うん、へそ出しね、ってな。陽キャはへそ出しといて。ウォンチューの時もあれだったよね、あの、うん、なんだっけ、なんか、ビブスみたい
あ、そう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 。なんか、私、そう、いつもね、あのね、そう、なんかね、あの、ウォンチューだと、そのボクシング、みたいな、うん、役をやり、うん、ダイヤモンドリリーでは、エリマキトカゲみたいな、あの、走り方をし、すごかったね。し、あの、なんだろうな。なんか、そういう役が多いかな。なんか、ちょっと変な、変な役みんなやらない系のね。うん。なんかね、そういう、なんか監督が毎回違うんだけど、うんうん、多分もう、出てるならね、顔から、そういうさ、こういうイメージの。こういうイメージのみたいな。そう、出てるんでしょうね。でも、なんか合ってる、全部が。ハマっちゃってる。うん。楽しいけどね。楽しい。うん、私は大体真面目ちゃんみたいな。そうよ。だって、翔くんだって本当に真面目だもん。ちゃんと、何、真面目そうなのかな、なんか言うほどじゃない。努力家っていうのかな。うん、努力家でもあるし、多才だし、なんかいろんなことに興味持ってる。大体、なんか、ガリ勉みたいな感じのキャラ。顔がね、清楚だから、やっぱり。確かに、顔だけで、あの、静かそうって言われる。だってそれでさ、翔子がさ、ドキンパチだったらまた違うけどさ、やっぱ黒髪ストレートってさ、ね、やっぱり、なんかそういう、いいイメージを持たれるよね。うんうんうん、嬉しいけどね。いいことだよ、清楚感。うん、いいことだよ。二人で料理配信してほしいだって。なんかさ、自粛解けたらさ、こういうコラボ配信もいいけどさ、普通にさ、私んちがさ、翔子んち行って一緒に料理したい。また。したい。前やって。本当にしたい。ね、下キーマカレー作った。自粛っていつまでだっけ ?21? あともう少し。まあでもなんか、その宣言が解けるってだけだけどね。まあね。あんまりいろんなとこに遊び行ったりとかは、まだね、できないんですけれども。染めたことない。まさまる。染めたことない。染めたことない。いいことだよ。髪をいじめてないってことだよ。でも結局はね、アイロンでね、傷んじゃうんだよ。でも翔子はちゃんとしてるよ。本当？怪我。でもね、私も切ってちょっとマシになったんだよ。ちょっと触らせていただいて。どうぞどうぞ。ふぅー。変なの。さらつんしょこちゃん、こんばんは、るいさん。こんばんは。こんばんは。しょこちゃんの料理企画やってほしい。それで、さらつんがアシスタントがいい。さらつんはじゃあ洗い物で二人で顔くっつけてほしい。あ、半顔やろうよ、半顔。待って、どれ、ここか、あ、ここ、ここ、あ、合わないね、私たちやっぱり合わないよ。やば、ちょっと、はい、じゃあスクショで。どうですかね、どうですか。じゃあ上下もやろう、上下も。むずっ、上下むずくない。インスタライブじゃないから難しいんだけど。上下ってこうじゃないの。え、むずくない。ちょっと待って、どういうこと。あれ難しいよ、上下どれ。あ、全然合わないじゃん。ああ、ちょっと待って、ちょっと待ってけど、重力やば。重力やばくね。めっちゃブス。できないよ。めちゃめちゃブサイだった、今。もう鼻がここにもここにもあった。むずかしいですね。めっちゃ大草原になってんだけど、どうしよう。聞いて、私ね、もう草って言葉嫌いって言ってたじゃん。なんでみんな草っていうの。私草っていうの苦手だったって言ったけど、もう自分で超使うようになったよね。もう人って変わっちゃうんだよ、そうやって。
変わる。私は一生わらしか使わん。草って言っちゃう。草も W も使わないな。ダメだ、お口が悪くなってるよ、どんどん。わらって言わなきゃ。本当にさ、わら。そう。マジわら。マジわらじゃん。ダメだよ、そうやってお口が悪くなっちゃダメだよ。何回塗るの？もうね、乾燥するのよ、本当に。しない乾燥。ショールームちゃんあんま塗んないかも、私。うっそ。飲み物とかさ、やっぱ飲むとさ、取れるし。飲まないわ。乾燥するし。ほんまに。うるうるー。うるうるいいね。何してんの、こちゃん。おじゃん。何でしょ？おじゃん。何しぐちゃつら。シートかじんないで。シートかじんないの。おこた。おこたん、おこたん、おこおこ、おこたん、染まりたいのはおこだけ。おこたんだよ。おこたん。おこちゃん。え、なんか手濡れてる。匂い嗅がないの、ショールーム中に。おこちゃん、おこたんです。こんにちは。こんばんは、皆さん。おこたんの肉球。イエーイ。おこちゃん。触りたいけど、触れないやつね。おこちゃん。シュミーン。それが陽キャなんだ。ポーズが陽キャだった。ポーズが陽キャ。ポーズが陽キャだった。ちょ、陽キャじゃないポーズ。ポーズってどんな感じ？こんな感じ？あ、これか。おこたの好き。あ、じゃあ遊ぼう。何？サナが今からこのコメントでお題を絵の、うん、絵を描くんだけど、そのお題をこのコメントで募集して、でも翔子からサナのルームのコメントは見えないでしょ。うんうん、見えない。だからそこで見て私書く、当てる、で翔子が当てる。あ、オッケーオッケー、面白そう。そういうの大好き。何それ。そういうの大好きさ。そういうの大好きだ。じゃあ募集します。募集募集。ちょっと難しめがいいね。うんうんうん。じゃあ単語でもいいけど、なんか文章も面白そう。何々をしてる何々とかさ。うんうんうん。ああいいね。楽しみや。何してんの、何してんの。はいはい、こうでしょ、こうでしょ、はい、どうぞ。あ、違うの、違う。誰か犬みたいなんだけど。なんかいたずらするのよ、この子。ちょっと待ってね。難しいな。おこちゃん。おこちゃん。え、サラツンって上手だったっけ？私はね、上手ではないかも。美術の成績はあんまよろしくないです。画伯って言われたことあったっけ？画伯、ひとみとあんちゃんがひどいのはわかる。あ、こういうイメージ。まあでも今からわかるからね。でも特徴を掴んでると思うよ。え、なんだろう。あ、文、それなんとかをしてる、なんとか。そうだね、そうだね。オッケー。え、どうやって書くの。あ、うまいかも。あ、うまいかもしれない。ちょっとこれは楽しみ、楽しみ。これはね、多分ね、うん、あのね、当たるよ。当たる？自信あり？うん、多分自信ある。はいはい。さあ、これは何でしょう。
誕生日のミリニャ。おすごいすごい、そうおめでとう。口ね、ちょっと特徴つかんでない？なんか。そう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 。で、こう、クラッカーで。クラッカー。最初、クラッカーにびっくりしてるミリニャかと思った。つって。が、誕生日を忘れてたミリニャ。今日誕生日やっつって。誕生日って言って。じゃあ次のお題何にしようかな。ミリニャ分かった。あいいね、ちょっと待って。いや難しいな、うん、分かりやすかったって。本当？うん。どんな髪してたっけ。でも今日ミリニャが誕生日じゃなかったらあれがミリニャかどうか分かんないよね。マジ？どんな髪してたっけ。専門正解したらなんかもらえるのかな。どうだろう、もらえるかな。あ、ちょっとイケメンになっちゃったかもしれない。すっごいあれだね。何？時間、時差がすごい。コメントとの。嘘。うん。さなちゃんと私も時差あるけどね。ああ、確かに。簡単？ああ、ちょっとこれは難しいかもしれない。どんな髪型してたっけ？あ、でもこういう服だな、あの方は。髪の毛サラサラ、やったね。5秒から10秒遅れてる、やば。そうなん？配信自体はそうなのかな。はい、はい、じゃん。頑張って。しょうこちゃん、それ静止画じゃない、大丈夫、動いてる。大丈夫。あ、これをまず考えて、考えないとどう。シソンヌさん。おお、そうそうそう、猫に触るシソンヌさん。何？猫に触ってるシソンヌさん。猫じゃない、猫じゃない。これ猫じゃないの。猫じゃない、ハムスター。特徴なんだろう。難しい。猫じゃないの。猫じゃない、猫じゃないもん。難しい、ちょっと待って。顔が違うのかな。絶対猫だったって。あ、分かった。なんかね、余計なものを書いちゃったかもしれない。最初はシソンヌさん、伊藤さんかなとか思っちゃった。伊藤さんだとしたら、もう一人誰だろうって思っちゃった。これ、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 これ。猫じゃん。うさぎ。猫から、猫からちょっと離れて。うさぎ。違う。猫の反対だよ。コネ。猫の反対って言ったら犬。そう、え、犬って言ったらモコちゃん。そう、モコちゃんに触れてるシソンヌさん。で、私モコちゃんと遊んでるシソンヌさん。やっぱ遊んでない。これさ、これジローさんなんだけどさ、全然遊んでないね、顔が。もうボロハシの、ね、犬かよみたいな顔してる。ちょっとジローさんこういう表情するときない？でもなんかねえ、わかるよ。え、わかる？わかる。シソンヌさんっぽくない？私防弾服もわかるし。ただ手がどっちもこうなってる。長谷川さん、シソンヌさんも防弾って体してる。待って、モコちゃんはさ、
下手くそだよ。そんなにブスじゃないよ、もこちゃん。いや、難しい。あの、動物難しいんだよね、マジで。難しい。けど、さあ、うん。猫だったよ、絶対。いや、猫だった。難しいよ。あ、でも、チワワってなるとむずいね。耳がね、こうだから。じゃあ、次のお題。シソンヌさん分かったって、やっぱり。分かった。いで。ナウだしね。いいかな。ショコ楽しそうで嬉しいってよかった、ショコが喜んでくれてよかったわ。コラボ配信はね、やっぱ違うよね。うん、いいのある？え、コメントできてるのそれ？そう。えー、いや難しい、待って、なんてきた。確かに。もう次、もこちゃん出たら正解できる。確かに。人はね、やっぱ私、モノマネもね、うまいから、うん、特徴をね、つかむのがね。確かに。モノマネめっちゃ上手。上手かも。ほんとに。なんだっけな、この前さ、サナツンがさ、うん、あ、お話し会の時に、さなつんとひとみで、なんか、うん、さあ、もう3分前なのに、みたいな。うん。いかな、みたいなこと言ってたじゃん。うん、別な。それを、さなつんとひとみが出てからも、あんちゃんと笑ってた。いや、これ、エンジン前は笑うわ、つって。ずっとね、うちらね、あれよ、あの、お話し会のブースまで入るまで、ずーっと、やって赤平さんに何やってんのって言われた。早く何やってんの、もう始まりますよって言われて。急なものまで。どういう。サナちゃん本当にうまいもん。あ、ちょっとね、コメントとはちょっと違くするわ。うん。赤平さん知らないのに笑えるだって。なんかさ、動画でさ、ある方の YouTube を見てたら赤平さんが出てきてた。え？多分これはね、あのね、言っちゃいけないやつだから言わないで、後に証拠だけ教えとく。後で教えて。あれ、この声聞いたことあると思ったら赤平さんだった。どういう前髪してたっけ？最近伊藤さんのモノマネなくて悲しい。伊藤さんのモノマネしてたことあったっけ？あったよ、その。嘘。なぎささん。それはクイナさんだ。なぎたたん。それだ。確かに久々に見た。モノマネ。はい。うわ、これちょっと難しいわ。あ、じゃん。みんじゃん。左はカエル。ミルテン。そう。で、こっちは？それは冷や汗書いてんだよ。部屋汗かいてんの？うん。現実的にあった？いや、ない。このシチュエーション見たことない。現実では。誰？あ、でもコメントで当たってる。髪型見て、髪型。ハーフツインテール。うん。ナータン。うん。キアラ。と、で？ミルテンとキアラが何してんの？これ。何してんの？知らないんだけど。これして、こうなって。カエルを持ってて、うん、引いてる。とカエルを、ミルテが見せて、
キアラが弾いてるっていう絵。あ、正解でした。なんかね、コメントでね、宇宙人のキアラとミルテンって来たんだけど、さすがにキアラとミルテンを宇宙人描くのが難しくて、確かに変えました。でもなんか分かった。おもろ。あの、サラ描く人みんな寝不足なんだけど。なんかさ、目がさ、ミリアがさ、ミリアたまにさ、うんってやったりするから、その目かと思ったらみんなその目なんだもん。面白い。面白いね。千葉市なのよ。もう千葉市っちゃう。千葉市っちゃう、千葉市っちゃう。あー、面白いね。あとなんかお題ありますか？徹夜させないでって。面白い。でもちゃんとわかるのすごいな。ね。なんだろう。なんかいいのあるかなぁ。あー、ちょっと待って。恥ずかしいな。キアラとミルテンに謝ってください。嫌だね。ちょっと難しいし。あの絵でハーフツインわかるのすごい。ここがなんか黒豆ついてたからね、ここに。そうそうそう。